天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は今年初めての猛暑日となりました。京都市内では全国でも2番目の高さの36.3度まで上がったほか、近畿4地点で35度以上を記録しました。明日はこの極端な暑さは落ち着く見込みです。その理由はこちら。 はい、明日は雨が降りそうなんですね。今日の日傘を雨傘に持ち替えてお出かけください。では、詳しくお伝えしていきます。今日の天気図と雲の様子です。 近畿地方は高気圧に追われて今日よく晴れましたが、西の方に目をやると前線に伴う雨雲が控えています。昨日大雨になった九州も広い範囲でまた雨が降り出している状況です。この前線が明日にかけて近畿地方に近づいてくるため、天気は下り坂に向かうでしょう。明日の雨の予想です。 朝の時点ですでに西の方に雨雲が控えている状況、時間を進めていきますと、兵庫県など西の地域では午前中から雨の降り出すところがありそうで、昼を過ぎると広い範囲で本降りの雨になってくるでしょう。ざっと雨足の激しくなるところもあるかもしれません。そして夜にかけても所々で雨が残る見込みです。明日の時間ごとの天気です。 明日は午後を中心に広く雨が降る見込みです出かける時に雨が降っていなかったとしても傘をしっかりと忘れずに持って出かけるようにしてください明日の朝にかけての最低気温なんですが大阪や神戸は25度くらいまでしか下がらず熱帯夜の可能性がありますまた明日の日中の最高気温は 暑すぎた今日に比べると大幅に低くなりますが、それでも雨が降り出すまでぐっと高くなっていきそうなんですね。29度前後というところが多くて、湿気も増えますので、明日はじめじめとした暑さが戻ってきそうです。週間予報です。木曜から金曜にかけては再び広い範囲で晴れ間が戻りそうなんですが、8日の土曜日以降は再び広い範囲で梅雨の雨、 湿った空気が大量に流れ込んで大雨になる恐れもあります梅雨前線が来週の前半にかけて本州付近に停滞する見込みですので雨の量が来週初めにかけてどんどんと増えていく恐れがあるんですね週末以降の雨に備えて晴れ間をの活用をお願いします最後に洗濯情報をお伝えします明日は広い範囲で雨が降りますので部屋干しがおすすめです以上天気予報をお伝えしました